はようございます、本日は8月20日土曜日、3万ゲットの日。ただなんか昨日奈良さんが言ってたように、なんか俺に言うことがあるらしい。まあ楽しみですよ。なんだよ、楽しみ楽しみ、なんでも来いと。うん、受け入れてあげるよ、なんでも。あー来た、あれエガちゃん、エガちゃん多いな。なんかあれやんね、俺なんかエガちゃんのイメージキャラクターになってるパチヤを回ってるみたいな毛があるわ。来た、桜井チーチ。あ、全然人おらん、ラッキー。殴ってばいいですか。はい、殴ってばいいです。ジャグは地雷です。ジャグは地雷出てないです。出てない。メインやっぱ絆ですか。絆、え、絆、絆、絆、いやいや、ゴッド、ゴッド系無理やろ、そんなバジやな決めた、バジや。あれ、はい、ありがとうございます。28番バジ無理じゃないこれ。なんでや、もう無理やったとしたら途方に暮れるやん。はい、じゃあ到着おめでとうございます。ありがとうございます。はい、3万円でいただきます。はい、でよ、あ、はい、今というわけで今日も頑張ってプレイしてください。はい、まあペナルティというか、はい、中継に仲間が増えます。仲間、今日から仲間と共にはい、はい、おそらくシルバーブルドボーンに準備してると思うんですけど、うん、はぁ、カマキリはぁ、これをこれでこれで来いみたいなこと。いや、違う違う違う、ヒッチハイクの禁止とかではなく。あ、そうなんですか。ヒッチハイク禁止じゃない、ただ仲間と。え、こいつを連れていかないかんの、CB に。もちろん。ははは、って待って、これってか、これ塗ったんすか。3日かかってます。3日かかって塗ってくれた。は、なにこれ。え、なので、そいつと一緒にチャレク。ダサい、ダサいです、はい、まあまあダサいです、これ。わかりましたよ。いや、もう全然、てかもう何言われても受け入れようと思ってたんで。ああ、そうなの。もちろんもちろん、はい、強くなりました。もうちょっとなんかうわーって言うと思った。いや、だからそう、逆にもうそういうのをもういいでしょ、そういうのいいじゃないですか。もう全部受け入れようと思ったんで。じゃあね、はい、失礼します。ちょっと一周しようかな。あ、で、一応安全のためにこれもプレゼントをするので。こういうことですよね。こういうことですよね。そうです、そうです。こういうことですよね。こういうことだ。わかりました。なんとかわかりました。これで CB まで行くと。でもとりあえずなんかチャリが来た。カマキリ号が来た。うん、もう今日の実戦とかも何も身が入らん。まあ、とりあえず肩のには降りたんだけど、あーは行ったもののね、チャリで行かないといけないんで、まあ、若干めんどくさいなと。いう感じで。次の5名様入場どうぞ。お待たせしました。おはようございます。バージ、バージ。バージ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 。おー、いてるいてるいてる。これ？こっちがいいな。あー、いや、これがいいな。いやー、機能誤する。リセットされたか分からんねんけど、とりあえず前日誤するだから、まあいいんじゃないかなと。まあ、とりあえずね、たどり着けたんで、うん、まあ頑張っていこう。いや、なんか今日はね、なんかね、あんま身が入らんというか、なんかたどり着けた時点でもうゴールみたいな毛がある。でもこういうこうフラット無欲な時にいっぱい入れたりするんだよな。
いやチャリでこっから福岡とか余裕だろ実際。なんも無理じゃないわ。当たるなこれ。当たる当たる。272ゲーム通して9000。はい、ダメ、リセットも判別できず、一回入るまではやる、打つか。よし、30ゲーム強者からちょっとテンション上がる。カスガスや、カスガス、全部カス。今もうどのホールもさ、この絆をめっちゃ入れてくる風潮、もうどうしようもないやん、打つしかないやん絆を。その状況だけどうにかしてほしいよ、ほんと。絆ってしかも意外と動画映えせんしね、なんか絆の動画見とって面白くないよね、あんまり。なんか全部予定調和やからさ、やば、2枚目おい。よし、196ゲーム投資1万5000入れすぎやろ。もう来年サラリになったらお前なんてもう撤去や、撤去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 されろお前なんて。ほんとマジで壊したいわ、マジ全国のマジを壊していきたい。173ゲーム投資2万、入れよもう。全然ダメ、4する。カスカスカス、何してきたかに分からんやん、ほんと鹿児島わざわざ下ってきて。おいおい、3枚目、11時半で3枚目。ガッハッハ、これマジヤバいってこれ。いやなんかそうさ、3000枚規制とかさ、出玉規制じゃなくてさ、もうバジを撤去するだけでいいよ。それだけで負ける人だいぶ少なくなるわ。もうそれでいいよ、それでいいよ、バジ撤去。バカや、おかしいおかしい。6する、リセットは確定した。あーリプレイ当たるんかこれ、何やって。あー鬱陶しい、あー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 当たった。サーバイス7回目おかしいよ、やっと入ったわ。全部移植、やっと入った。はーい、7回目やっと入った。 AT 量2時間かかったわ、マジ故障や。ああ何でや、おいどうした、半分返ってくる、半分返せ、半分許すぞ。ここで巻き物、うまっうまっうまっ、はい、できすぎくんや、できとる、よくできとる、よーし、よくできとるよ。ずっとこれでいいわ、これの繰り返しだったらまくれるわ、マジでうまいわ。ああああ941枚、半分は返ってきた、許す許す、お前許す。やめるか、いやきついわ。うわ730のハーデスあるやん。
これ多分天井やと思う。うん、当たった、すぐ当たった。829ゲームマジで移動して100ゲームぐらい、うまい。70ゲーム222枚。ああ全然やな。投資が3万1000、今ね750800。おーおーおお、何やそれ、無駄な引きや。はーい、うわー懐かしい、エロ懐かしい。俺西野司が好きやったな、ショートカットのこのエロい感じ。みんな巨乳なよな。あーこんな子おらんかな。てかこの学生の時に戻りてえな。あーもうしゃあないからこの場所打つか。もう一発にかける感じやな。よし2000円、232ゲームやん。赤、赤やったな、赤やった。マジ、うわ LED 赤で入らんやった。シゴロでも 1% やからな。うわこれ騙されるかもしれん。これまだどうしよう、怖い。セガ投手額でいうと5枚目、やべえだろこれ。バジリスク全面撤去されてくれ。ほんとなんでみんなこぞって打つんやろ、このクソダイ。なんで俺も打つんやろ、わからんな。ゼンベルやりました、ゼンベルでした。はい、449枚。あー、今777枚のレシート持ってて、総投資が44,000、500、あ結構あんな、654枚、1200枚、2万負けぐらい。この角台の奥田無双、これちょっと打つわ、2.5バチ、これでまぐるって帰ろう。はい、おー、ある、ある、1000円、あるぞ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 、よし1000円、よっしゃ。あー早く何も千枚レジに戻りたい。何もしたくないな。なんで俺こんなことやってるんやろ。昨日も言ったけど俺なんか悪いことしたかな。これ終わったら100万ぐらいもらえるんかな俺。やったらやるけどな、何の見返りもないもんな。なんでやってんの。さすがにこれやりきったら自分で自分を褒めよう。これは5月よりマジで過酷やった、いろいろと。ダイオさんはね、だからね、基本的に俺のことを苦しめたいん。ダイオさんの想定よりね、ヘッチ役成功するからね、それにムカついてね、チャリとかいうものをね、俺にね、渡してきたい。単純におもちゃや、俺は。だから俺が一矢報いれるのは、そのおもちゃが、思ったように動かないっていうのをするしかない。だから大王さんは俺にチャリ乗せて苦しんどるのを見るおもちゃと思ったんやろ。だから俺はもう悠々してきと涼しい顔してチャリ乗ってやるもん。俺が一致ね報えることができる唯一の手段。出してきたもん、待って入れてくれた、こらどこ6万円目なんもいいことないわ、マジで。変なチャリは来るしさ。
疲れ様でした。投資が、5万2000円、もう1回かい、ね、流したりしたからね、の回収が2万6000円、2万6000円負け、ちょうど半分、ひど、2万6000円か。でね、もうなんかめっちゃ体調がね、悪い気がするんだよ。なんか気持ち悪い、頭痛いよね。で、本当やったら昨日泊まったすぐそこのビジネスホテルにまた泊まろうと思ったんですけど、いっぱいと言われまして、団体が入ってていっぱいって言われて、で、いろいろこの辺の人と話をしたら鹿児島市に向かうか、新幹線が通ってる薩摩川内市っていうところに向かうかになるんですよ。で、鹿児島市に行っちゃうとでも熊本から遠ざかるんですよ。なんでもう熊本に行くってことを考えると、明日移動するってことを考えると薩摩川内市に行ったがいいだろうと。一応そこも新幹線は通ってるんで、ホテルはいっぱいあるんですよやば、マジ風邪ひいたかもしれない。皆さん覚えてますか、母さん。思い出したくもない、お荷物、もうまさにお荷物。あー見えてる、あー見えてる、見えてるな。あーおるおるおる、はいね、こいつと行かないといけないんですよ、 CB まで。実践中も話してたんですけど、まあ、あの人は俺にどこまで苦しめたいんかとね、どこまで俺を苦しめれば気が済むよと。なんかしたかと俺は。いや、いいよ別に、もうこいつと言ってやるから、もう何が来ても受け入れるって昨日言ってたし、朝も言ってたんで、これで30キロ先の薩摩川内市ってとこまで行きます。で、そこに泊まって明日移動しようかなと思っております。クソダサいのね、すっげえ恥ずかしいんだけど、すっげえ恥ずかしいし、もうファミマにおったらもうその恥ずかしさがもう倍増、めっちゃ恥ずかしい。もう完全に広告とファミマの宣伝とや俺これね。あ、快適や。あ、これね、俺熊本まで行けるわ、熊本まで行ける、これ快適ですわ、だいぶ。いや、いいぞ、これを、危ない危ない、撮影しながら厳しいぜ、さすがにね、ないおっぴないおっぴないおっぴ、撮影しながら厳しいんじゃない、これちょっと厳しい固定する場所がないから、とりあえずちょっと道中ちょいちょい止まりながら進捗は言うんで、とりあえず、まあでも20キロぐらいなんで、ね、すぐです、2、30キロなんですぐです、頑張ります。あのね、多分今5キロぐらい来たんですけど、やばいんだよ、なんもない、ちょ車道も歩道もないみたいな感じ、いや暑すぎるから、いや音楽でも聴かんと怖すぎるからさ、ちょっと坂道ばっかり、山越えてんのかな俺、やべ、これはさ、やべ、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばいやばい、結構来まして、おそらくあと10キロちょいで、腹減りすぎたんですきや、こんなチャリ取るやつおるわけないわ、買いかけんでいいわ。チャリの様子が気になってきた、取られるわけないわね、実際冷静に考えるわけがない。いや、ついてないんだけどまだ、薩摩川川内市にのとりあえず入りました、あと6キロ、いけるぜいけるぜ、着いた、あれ、あの東横イン泊まる、あーあー、めっちゃ遠かった、マジ山何個越えたか分からんわ。
着いた。着いた。着いた。ああ、やべえ。3時間かかった。チャリで。うえ。足くそ。足くそすぎやろ。マジで着いた。やば。30キロ。この距離だよ。今ここにいるんですけど、桜井チーチ、あ、今ここか、桜井チーチここだよ。これだよ。距離にして33キロだよ。俺よう来いだな。やるな俺、やればできるな。まあ、より過酷になったけどね。まあいいよ、受け入れてやるよ。やってやるから。ああはい、まあ今日からちょっといろいろ変わりましたけど、頑張っていこうと思います。やれます、やればできます。なんとかなりました。はい、ちょっと今日すぐぐっすり寝て明日に備えようと思います。はい、ではお疲れ様でした。なんか気にした。